すごいね。2台ありますよ。これテント当たって邪魔、映ってないんじゃない？ね。そう。いい人がいればいいですけどね。まだいいや。はい、佃煮さん。セコムしてますんで、僕はアルソックですけどね。セコムじゃないんで。え、何これ、クマいないよね。大丈夫だね。大丈夫だね。クマいないよね。倒れそうで、なんか石で当ててるって感じ。あ、涼しいな、ここ。うん。神奈川県に入ってますよ。一人ですよ。そう。そう。私ですか。私今ね、85歳ですけど、大丈夫ですか、チカさん。そう。ね。85だけど大丈夫かな。そこ早く帰った方がいい？そう、1234あるソックです。怖くないよ。ネミー、ネミオドルさん、お疲れ様。ハックさん、おやすみなさい。イケボじゃないですよ。佃煮ゆきさんいらっしゃい。嘘ですよね。え？笑い。いや、85歳ですけど。杖を持って歩いてるんですよ、今。油事件放火？何が？うん。霊感強く、霊感ないで、でも肩痛いな。すごい、左肩が痛いな。すごいでしょ？あのね、若返る薬を飲んでるんで、今ね。嘘じゃん。大丈夫かな？45も、いやいや、45じゃないでしょ、まだ44でしょ。まだ4歳、まだ4歳なんですよ。今月ですけど、そう、9月18日誕生日なんですよ。ね。誕生日なんですよ。若い、若くないよ。もう44だよ、まだ今。45になっちゃうよ、もうすぐ。疲れてた。仕事帰りだもん、俺。仕事終わってすぐやってんだよ。ちなみに。で、しかも明日6時半起きよ。彼女いないっすよ。いたら配信できないでしょ、あんまり。そう。4歳。そう。霊感あんのかな？霊感別にあってもなくてもどうでもいいかな。うん。熱いところしました。後でちょっとね、重たくてね、1万人いるとね、すごい開くの重たくて。うん。すごい。ん？なんか落としたぞ。それ疲れるでしょ。仕事帰り、仕事終わって、ご飯食べてすぐ、お風呂入って洗濯してすぐ来たんですよ、皆さん。皆さんが待ってると思って。しかも明日6時半に起きて健康診断ですよ。後でしますよ。ね。ごめんなさい、後でね。今ちょっとね、機材持ってるんで。それね、いらっしゃい、どうも、ケンさん。うん。だって一人だから洗濯しないと溜まっちゃうでしょ。もう食べたくないんで、すぐ洗濯しちゃうんですよ。そうでしょ？それで来てるんですよ、皆さん。怖そう。これ、源氏山、一番、鎌倉で一番怖いとこだよ。ちなみに。あまり配信者が来ないとこですよ。うん。まあ、電波あるの確認して、ちょっとまあ、薄い時もあるからね。この辺り、多分、こっち側薄いな。いけないな、多分。この辺りが一番薄いから。次どこ行くの？次、だから1時頃帰らないと俺、やばいんだよね。だから次ちょっとガソリン入れて、いつものトンネル行って帰ろうかなと思ってるんだけど、いい？それで、今日は。今週はちょっとね、あんまり行けないんでごめんなさい。だから月曜日、火曜日ちょっとね、どっか行きたいんだけどね。うん、でも雨なんだよね、また。トンネルになっちゃうかもね。まあ、土曜日ちょっとね、軽く、仕事帰りまた、夜、まあ2時間ぐらいでちょっと近場だと思うんだけど、今週は。仕事がちょっと忙しくてね。で、9月20日、一応ね、19日の夜から出ますんで、シナモさんたちと京都に。で、21日に名古屋さんと合流で静岡で。20日京都です。だから皆さんよかったら京都に、リアトツ来てください。ステッカーよかったら買ってくださいね。うん。西に行くんですよ、皆さん。西の人、来なかったらもう二度と西行きませんよ。関東の人が西に行くんですよ。あ、薄くなった、ここ。
チャンスっすよ。お、泣いてる。なんかいる？マングース。はい、池田さん、佃煮とかね。源氏山です。道を開ける。ドルドル様のお通りだ。邪魔する奴は皆苦しだってね。そう。いつだ？マジ？います？京都ですよ。皆さん、チャンスですよ。僕に会えるチャンスですよ。電車の音か。電車走ってんだ、まだ。ここ最強なんだよな。源氏山。ここ写真撮ってないけどね。源氏山ですよ。バイクが来たぞ。バイクが来たぞ。なんかうるせえバイクが来たな。ゼニアラベンテかな。現地でこれでいいんだっけ？あ、いいんだよね、うちだね。暑いなぁ。あ、より頼むぞ、近くないよ。結構歩く。ね、そこちょっと電波薄いかもしれない。セミだ。結構やばいかも。あそこ出ないけどね、行ってるからわかるんだけど、出ないというか、まあ、ここは結構怖いとこですよね、正直。あ、なんか曇ってるな。なんか霧状が出たな。うん。だから、源氏山は基本的に、かなりやばいと言われてます。鎌倉。お！音鳴ってる。え？今すごい音しなかった？やばいんじゃねえよ。鳥肌だったぞ、一瞬。